どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、三井住友カードはですね、今ね、タッチ決済で7%還元っていうのを対象点限定でね、やっておりますよね。 本日はですね、こちらの対象点がですね、一部追加。まあ、それ以外にもですね、7%還元でユニバーサルスタジオジャパンでね、利用することができたり、またね、ナンバーレスの一般カードありますよね。まあ、こういったカードをね、持っている方は100万円使うとですね、ゴールドカードに切り替えられたりとね、結構いろんなね、情報がね、あの、プレスリリースで発表されましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。 それではですね、こちらね、三井住友カードからのプレスリリースなわけなんですけども、え10月1日よりですね、7%還元の対象点が追加、またね、V パイントアッププログラムのサービス対象サービスを追加、またね、ユニバーサルスタジオジャパン、 ユニバーサルウォーク大阪でスマホタッチ決済で還元率アップ、またね、ゴールドカード年会費の無料アップグレードということで、ま、こういった感じでですね、発表がありまして、またね、こちらも発表があったんですよね。t ポイントへの交換で20%アップキャンペーンということで、こちらね、ANA マイル貯められている方はですね、先日ね、動画出しましたけども、V ポイントね、持っている方は、そのまま ANA マイルにするのではなくて、このね、t ポイント経由でね、移動していただくと、え、ー ささらに、ね、10%上がるっていう、ね、話をさせていいう話をせたただきましたで今回のキャンペーンですね20%増量キャンペーンがね来ているっていう風になりますんでこれもね是非皆さんね利用していただきたいななんていう風に思うんですよね。 で、まずですね、一つ目ですね、対象点がね、追加ということで、今ね、スマートフォンのね、タッチ決済で7、7%還元っていうのが、まあ、この対象点限定ではありますけども、利用することができるんですよね。ですので、もう、このお店に関してはですね、何にも考えないでね、三井住友カードをスマートフォンにね、入れていただいて、タッチ決済してやると7%還元取れるっていうふうになりますんで、まあ、非常にね、まあ、お得に利用することができるんですよね。その対象の店舗はですね、今回ね、ミニストップとモスバー がで、ね、追加になりましたということでまあ今後はですねこのお店に関してはまぁ、あ、基本的にはですねこのねヘッドスマートフォンタッチ決済ね利用していただければね最低でも7%還元取れるっていう風になりますんでぜひねこちら利用していただければなあなんていうふうに思いますでは次にですね v ポイントアップラブサービス追加ということで住友生命のですねバイタリティスマートフォン v ポイントが追加になりましたということでまあ、これでねええ最大還元率もね今まで18だったのが20 に上がって。 え、こういった形になったわけなんですよね。で、このね、バイタリティの公式サイトはこっちなんですけども、まあ、こちらはですね、私はね、一時このバイタリティ使ってたりしてたんで、結構、あの、ウォーキングする人はね、結構いいかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、有料なんですよね。はい。月500円、まあ、年間6000かかるっていうふうになりますんで、まあ、運動されてる方はね、結構いいかな、なんていうふうに思います。まあ、何がいいかっていうと、このね、達成するとですね、こういった感じでアクティブチャレンジっていうね、まあ、くじ引きみたいなね、スロット が回せるんで、すよねでこのスロットを回して、ローソンのお買い物券100円、ファミリーマートだったらお茶ジュース、で、スタバだとね、これね、500円のチケットをもらえたりするんですよね。しかもね、これ、最初だけなのかもしれないですけど、私はね、3、4ヶ月くらいやってたんですけど、結構このスタバのチケットね、当てることができたんで、500円のチケットね。で、 月の料金がね、まあ、こちらだと500円みたいなので、まあ、そんなにね、運動してる人にとってはね、あの、悪くないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、このね、達成する項目っていうのはね、どん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 ハードルが上がっていきますので、ずっと簡単なわけではないんですけどね、まあ、気になる方は、まあ、こちらで、ね、利用していただくのもね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、この三井住友カードと、えー、このバイタリティがですね、えー、バイタリティスマートフォン V ポイントということで、運動していけばですね、ステータスが上が まあ、ステータスに応じてですね還元率が上がるみたいな、まあ、そういった感じになってみてるんですよね、まあ。運動してる方はね、まあ、挑戦していただいても、まあ、いいのではないのかななんていう風に思うんですけども、まあ、これもねお金がかかりますんでね、まあ、ここはお好みかなっていう感じですね。 それでは次にですね、ユニバーサルスタジオジャパン、スタジオウォーク大阪でのタッチ決済7%還元ですね。まあ今回ね、ユニバーサルスタジオ、ユニバーサルシティウォーク大阪でタッチ決済7%還元がね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ今後ね、こちら公式サイトなんですけども、今後ね、ユニバーサルスタジオジャパンね、行く際には、まあ、タッチ決済スマートフォンのね、利用していただければ7%還元取れるっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。で次にですね、 ゴーーールドカードドカへの年会費無料ででアップグレとということで三井住友カードナンバーレスなどの一般ランクのカードをご利用のお客様は年間100万円利用していただくと三井住友カードゴールドナンバーレス 年、えー、年会費永年無料ででで切りり替えいいたただけけるるよううににななましたということここ公式サイトはねこっちになるんですけども今までもですね、一部の方にはですね、案内出してたみたいなのをツイッターでね、聞いたことあるんですけども、まあ今回ですね、公式サイトで、えー、ちゃんとね、発表されたということで、まあ私みたいにですね、ゴールドカードね、修行されてない方は、まあナンバーレスの一般カードを100万円以上ね、利用していただくと、えー、無料でね、ゴールドカードにアップグレードね、年会費永年無料で利用することができるようになる ということで、こちらもね、非常に朗報ですよね。私もね、機会があったらね、年間100万円ね、ちょっと使ってみたいなっていうところですよね。で、対象条件なんですけども、えー、こういった形になっておりまして、えー、対象カードのご利用額は年間100万円で、ま、20歳以上であること、えー、メールサービス、三井住友カードレターを受け取るに設定していることということで、こちらでね、設定ですることができるっていうふうになっておりますんで、まあ、もしね、 今後ね、あの、狙いたいっていう方はですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、この設定をしといていただければなぁと思います。で、ご案内メールは達成条件。 月からえ2ヶ月以内に配信ということでナンバーレスの一般カードであれば100万円使ってまあ、しばらくほっとくとまあメールが来るみたいなまあ、そういった感じになりますねで下の方にですね対象カードね記載されておりますのでかなりね対象カードね多く設定されているっていう風になりますのでまあこ,こられね保有されている方はねぜひチェックしてみていただければなぁと思います私もね三井住友カードのビザのナンバーレスとかえオーナーズカードのナンバーレス こっちだと思うんですけども、私ね、保有しているっていうふうになりますんで、今後ね、狙ってみたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、ゴールドカードね、修行しなかった方は、ぜひね、チャレンジしていただくのも、えいいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、ゴールドカードになるとですね、年間ね、100万円使っていただくと、1万ポイントもらえたりですね、またね、ラウンジも利用することができます。クレジットカードラウンジですね。またね、国内外のね、旅行保険最大2000万。またね、選べる無料保険ね、ちょっと前に動画出しましたけども、ゴーールドカードカ 以上だとねスマホのね保証とかもですね持ってるだけでね適用になったりいたしますのでまあ、こちらはね結構おすすめかなっていうふうに思います それでは次にですね、t ポイント交換レート20%アップキャンペーンということで、この v ポイントっていうのはですね、直接ね、ANA マイルに交換することもできるんですよね。60%で ANA カードを持ってる方はできて、持ってない方は50%で ANA マイルに交換することができます。なんですけども、この t ポイントね、経由していたことによって、この JQ ズホルートにね、えー、乗ることができるようになりますんで、まあそうなるとですね、70%でね、この v ポイントっていうのは交換することができるっていう になりますんで今後ね v ポイント a 例まりね交換される方はねぜひこのルートね利用していただければなぁなんていうふうに思いますで、今回ですねこの v ポイントを、えー t ポイントより交換するとですね、なんとね、20%ボーナスっていう風になりますんで、1.2倍でね、交換することができるっていう風になるんですよね。で、こちらね、キャンペーンの詳細なんですけども、期間がね、10月の2日から10月の31日、対象は三井住友カードのクレジットカードをお持ちで、v ポイントからモバイル t アカウントの t ポイントに交換された方ということで、こちらね、現物の t カードに基づくアカウントへのポイント交換は対象となりませんということで、これね ちょっとツイッターで教えていただいたんですけども、モバイル T アカウントをね、すでに持っている方も対象ですし、このモバイル T アカウントね、持っていれば対象っていう風になりますんで、まあ、物理カードをね、そのまま使っている方はね、対象にならないみたいなので、あの、現在モバイル T アカウントもお持ちでない方もですね、期間内にね、モバイル T カードにね、ポイントしていただければ、ポイント交換していただければね、対象になるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。またね、あの、V ポイントの対象となる クレジットカードを持ってない方はね対象にならないというふうになりますのでこの点もね覚えておいていただければなと思いますで今回の特典なんですけども V ポイントね1000ポイントあれば通常分とプラスして200ポイントまあ20%ですね増量していただけるというふうになりますんでこちらね上限が1000っていうふうになりますんで20%増量で上限が1000ポイントなんで5000ポイント交換していただくと1000ポイントっていう感じですかね。 はい。ですので、まあ、上限5000ポイントまでね、交換していただくと対象っていう風になりますんで、え皆さん5000ポイントある方はですね、5000ポイント交換していただければなと思います。で、増量分のね、プレゼント時期は2023年12月の末までを予定しているっていう風になりますんで、えこの点も覚えておいてください。で、T ポイントの移行方法ということで、こちらね、ちょっと皆さんね、あの、覚えていていただきたいんですけども、私ちの動画見てる方はですね、 ANA カードをね、非常に持っている方が多いと思うんですよね。で、気をつけていただきたいのは、こちらなんですよね。減産順位ということで、ANA のクレジットカードっていうのも、全部ね、V ポイントなんですよね。で、V ポイントをこの ANA マイレージに移行していただく、もしくはその他の景品、ポイントに交換していただくっていう風になるんですよね。ですので、 V ポイント、T ポイントに交換していただきますので、まあ、こっちに交換していただくわけなんですけども、こちらね、あの、書いてあるんですけども、通常ポイントを優先し、獲得順の古い順に減算。通常ポイントをすべて使い切った後は、ANA マイレージ移行ポイントを獲得順の古い順に減算ということで、 簡単に言うと、全部ね、t ポイントとかに交換してしまうと、このね、ANA マイルにね、高レートで交換できるポイントも交換されてしまうっていう風に書いてあるんですよね。ですので、皆さんはですね、ANA カードを保有されている方で、ANA マイレージに移行できるポイントを持っている方はですね、一番リスクが低いのは、このね、ANA マイレージに移行できるポイントはもうすべてね、ANA マイルに交換してしまって、そのポイントがない状態で、 t ポイントに交換していただくと、まあ、今回のキャンペーンも乗れて、まあ、ミスも少なくね、防げるかな、なんていうふうに思いますので、これね、結構複雑なんですけども、間違えちゃうとですね、せっかくね、ANA 前ね、すごい良い,いレートでね、交換できるポイントも、全部ね、あの t ポイントに交換しかねないっていうふうになりますんで、この点はね、 覚えといていただきたいな、なんていうふうに思います。ちょっとね、私のね、あの、ポイントで、あの、お見せできればよかったんですけども、ちょっとね、私ね、今、ANA のね、ビザカードもマスターカードも今、保有しておりませんので、ANA 移行ポイントっていうのはね、今持ってないんですよね。ですので、皆さんはですね、まあ、こういった感じでね、利用していただくとね、リスクはないかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、覚えといていただければな、なんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、三井住友カードからね、いろいろ発表がございましたので、解説ね、させていただきました。まあ、個人的にはですね、このね20、20%増量キャンペーンはですね、非常にね、まあ、お得なんで、おすすめさせていただいているわけなんですけども、気をつけて交換ね、していただければなぁ、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画がった方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしていただくととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ